コモロケプレゼンツゴールドディガーショーフロムニューヨーク。はい、どうもカッパ園長です。まあね、昨日昨日夜中ぐらいでしたっけ、まあニューヨークに到着されたみたいですよね、二人がね。なんかどうやら満面の笑みでみたいな感じでね、もう記事飛んでますけど、まあもう今のところ今日なんか午前中ざーっと見た限りではさすがにまだあれですかね、ニューヨークでの生活ね、どこのお店行って何をしたみたいな話はまだニュースで飛んできてないんで、まあ多分今日から明日ぐらい、からなんかそういう話がちょいちょい飛んでくるとは思うんですけどもね。さて、じゃあこの動画のね、ゴールドディガーさんのお話なんですけども、まあ昨日ちょこっとお伝えしましたかね、この江川翔子さん、翔子さんで合ってるかなこれ。まあ江川さんいらっしゃいますよね、あの女性の方のね。僕が覚えてる限りではなんかこの人なんか脚光を浴びたとか有名になったのは、あのオウムの時になんか有田芳生さんと一緒によく番組に出てて、あの辺からかな。まあそれ以前のご活躍はちょっと僕知らないんですけども、まあこの方が江川さんがこの小室さんのね、お母さんですよね、小室佳代さんのこの元婚約者の A さん、まあ媒体によってはミスター X みたいに書かれてる時ありますけど、あとなんでかわかんないですけどね、何でしたっけ、まあいいか、まあなんかその元婚約者の方をなんか罵倒するんですよね、攻撃するんですよ。だからこのマスコミ使ってこの元婚約者の方をなんかもういい加減名前出せと、顔出せと、こそこそ隠れてなんかこうね、卑怯だぞみたいなこと言い出すんですよね。なんかちょっと意味がよくわかんないですよね。で、名前を出して語り、不満があるならね、まあ出るとこ出て決着つけろと、ね、今度は法廷で会うわよみたいなことを言い出すんですよね。で、江川さんのまあ持論ですけども、もういい加減ね、匿名でね、なんか正体隠すのはね、いかがなものかみたいなこと言うんですよね。ちょっと見ていきましょうかね。ジャーナリストの、あの方、肩書きとしてはジャーナリストになるんだ。ジャーナリストの江川翔子さん、読み方間違ってたらごめんなさいね。が、13日、自身のツイッターを連続更新。なんだろう、よっぽどおかんむりだったのかな。秋篠宮家の長女、眞子さんと結婚した小室圭さんが12日直接交渉し、解決金を支払った。ね。いや、借金返しただけだろ。しかもまだ返してないよね。返します。そして返した暁にはもうこれ以上は何も言わないように、みたいな。約束ごと、まあ覚書みたいな。まあ念書取ったみたいな格好だよね。だからもうやり口としてはね、言ってみればもう昭和ヤクザと変わんないよね。あの地上げとかさ、あの頃の子。ね、もう反社と変わらんやり口だよね。しかもこの謝罪とか感謝の言葉は一つもなかったんでしょ。いい度胸だよな。で、ニューヨークにトンズラだろ。で、まあ直接交渉し、解決金を支払った母親の元婚約者が、でもこの書かれ方だと解決金を支払ったのは母親の元婚約者みたいな感じに読み取れるし、違うだろう、逆だろう。で、写真週刊誌のデジタル版で交渉でのやり取りを公開した記事を添付。もういい加減元婚約者という匿名に隠れるのではなく、名前を出して語り不満があるなら裁判したらどうなんですかね。メディアも小室夫妻の名前出し、一方匿名とする不公平はやめようと持論を展開した。いやいやいや、全然不公平じゃないですよ。ねえ、これは一般人同士っていうんだったらわかりますけど、ねえ、向こうはもう準皇族、一般人という名の全然もうロイヤルガードでガチガチに固めている。ねえ、言ってみりゃさ、ちょっとなんかこう気に食わないことがあればさ、ピーンって弾いて、ねえ、この、元婚約者 A さん、ねえ、どこぞになんかこうね、なんか沈めたりなんかこう隠しちゃうぐらいのことやろうと思えばできるような奴らだぞ。とてもじゃねえけど、んな、フルオープンでなんてやれねえよ。怖え怖え。で、さらに自分の主張に利があると思うなら弁護士を代理人につけて裁判を起こせばいい、いつまで経ってもそれをやらず週刊誌の記者を代理人にして匿名でぐちぐち言っている人の言い分をただ垂れ流しているのはジャーナリズムとは言えないデセウって書いてある。なんかこれ言えないデセウってちょっとよくわかんないですけども、と厳しく指摘したと。これ全然不公平じゃないですよね。むしろね、ことごとく、だってね、なんかが人の道に外れたことをやり続けてきたのは相手の方だろ。ね、
お金を貸した側が、ね、損害を受けているわけでしょ、うん、なぜこの、ね、匿名ではいけないんでしょうかね、うん、なんかマスコミを利用したこの説明もされてきたようですけどね、うん、じゃあ弁護士費を江川さんが出すとかそういうつもりがあるわけじゃないんでしょ、うん、なんだろう、この人僕が覚えてる限りでは結構なんか日本のこのジャーナリストという肩書きを使ってる方々の中じゃ結構まともな神経の持ち主の、ね、なんかこうすごい真っ当なコメントをねするような人だったような気がするんですけど、違ったのかな、ね、だって小室圭さん、佳代さん親子、あとこの眞子さんのこれまでの立ち振る舞いにね、何ら疑念を抱かなかったとでも言うんですかね、この人はね、うん、じゃあ一体何のためにジャーナリストやってるんですかね、うん、なんだろうな、このあれですよね、何を言ってるんですかとね、だって元婚約者は全くの一般人でしょ。それに対してね、小室さん側はさ、ね、小室さんはだって眞子さん皇室皇族の方と一緒にね、なったね、人でしょ、うん、でなんか一般人夫婦とはされてますけど、およそ一般人とは程遠いね、うん、超ロイヤル待遇てんこ盛りの、うん、そういう人ですからね、うん、立場が全く違いますよ、うん、名前出して顔出してなんてそんな無謀なことできないでしょ、うん、何があるか分かんないよねそんなので、借りた、そもそもがですよ、ね、借りたもん返すのは当たり前で、うん、元婚約者は筋が通ってるけど、ね、まあなんか証拠が揃わないみたいだから、ね、裁判までできないわけでしょ、うん、ジャーナリストとして江川さんはどうなんだろう、その辺のこと把握しておっしゃってるんでしょうかね、うん、まあだからこの不正受給疑惑などそっちの方を追及すればいいじゃん、ジャーナリストだって言うんだったらさ、なんでそっちはやらないんですかね、うん、一般人に対してね、名前出せたのぐちぐち言い分垂れ流してるだのって一般人だからこそ匿名でいいんじゃないですかね、うん、だって元婚約者の方はね、十分筋と、ね、通せる筋通して、ね、頑張ってらっしゃると思いますけどね、うん、まあ自分一人でできる精一杯の抵抗なわけじゃないですかね、うん、まあこれでメディアが報道の自由とかやらを歌って実名報道とかね、まあ写真の公開の画像映像なんかの公開なんかしたらね、それこそ神経疑いますけどね、うん、まあ互いに SP をつけてね、互いに弁護士代理人立ててとかってやってるんだったらね、まだわからないんですけどもね、まあいずれにしてもこの国民のほとんどはね、元婚約者の方を支持するんじゃないんでしょうかね。たまーに僕のこのチャンネルのこの動画のコメントでもね、このなんか元婚約者の A さんを、まあこの江川さんみたいな感じでね、うん、なんかキモいみたいなこと言ってくるやついますけどね、お前がな何言ってんだって話ですけどね、うん、まあ弱者をね、うん、寄ってたかってね、このマスコミなんかも使って攻撃してくる方がね、今の江川さんみたいなやり口をする人の方がよっぽど卑怯だと感じますけどもね、うん、ジャーナリスト、プロのジャーナリストを語るんだったら一般人叩かずにさ、ね、準皇族と一緒になった小室一家のね、うん、不正、こっちの方を暴く方を動かないでどうすんのよ、ね、そっちをね、うん、追求して真相を暴いてプロとして、ね、この真相究明、真実を追求してみせてくださいよ、それこそプロのジャーナリストの仕事なんじゃないんですか、うん、ね、ご自身で、ね、ご自分のことをジャーナリストだと自覚があるんであれば、ね、このような非難はするべきなんじゃないんじゃないですかね、うん、そもそもなんでこういう状況になってしまったのかっていう原因があって、それをねこの追及しないで相手をね、非難するなど筋違いもいいとこじゃないですかね、およそプロのジャーナリストがやることじゃないと思いますけどもね、うん、ね、ご自分の主張に利があるかどうかを問題にしてるんじゃないんですよね。個人的に貸し借りしたお金をね、ただ自分がお金を必要とするようになったんで返してほしいと言っただけじゃないですか。ね。で、全てのトラブルがいちいち弁護士を立てて裁判にかけなければならないという、そもそもそんな決まりもルールもありませんよね。で、そもそも弁護士を雇う余裕とお金があればね、うん、それは言う必要もないでしょうよ。ね、実名出したとして、ね、マスコミは野獣馬に押しかけられた場合、ね、小室圭さんたちのように税金で SP 雇ってガードすることができるわけじゃないんでね。うん。
しかもね、眞子様のようにね、この御用地で引き込まれるわけでもないんで、うん、直せるのは自衛としてね、致し方ないんじゃないんですか？コンモールさんを含め代理人がね、週刊指揮者であることをいちいち上げつらうマスコミも言いますけども、ね、自分はろくに顔も出さず代わりに宮内庁に指図して発信するね、コンモールさんと眞子さんに対して、ね、意思表示の手段として苦肉の策としての選択だったんじゃないんですかね。一一般人として精一杯の抵抗ですよ。まあ、元婚約者の方はね、あなたのようなジャーナリストじゃありませんし、クオモールさんやね、このクオモールケイさんのお母さんのこのカヨさんのね、この言動すべてを世の中に伝えたいわけじゃないんですよ。ね、元婚約者の方としては、ね、元婚約者の方がクオモールケイさんではなく、小室佳代さんとの面会を希望したのに、この元婚約者の方と小室圭さんのお母さんだけしかわからない話があるからですよね。もしこの元婚約者の方がね、このジャーナリズムにのっとって行動したのであれば、その辺も明らかにしていたと思いますけども、まあ元婚約者の方がね、本名で声明を発表して困るのはね、むしろ小室さん側なんじゃないんですかね。だから逆ですよね。小室圭さん、佳代さん、親子のことを、ね、将来のことをね、まあ、おもんぱかってというか、だから優しさですよね、あえて。だってそこまでやっちゃったら、もうガチンコで、ね、もうあること全部洗いざらい吐き出してって、そういうことされたら困るの誰なの？ねえ、まあ、なんかあの、オウムの真実をこう果敢に追求したあの頃のジャーナリスト魂というかね、なんかこう、江川さん、もうすっかり風化しちゃったんですかね。何言ってんのかさっぱりわかんないよね。もう、いや、今のこの様子がね、この方のジャーナリズムっていうんであれば、もう語る資格はないんじゃないですか。ね、特別裕福で資産家でもないこの元婚約者の A さんが、未だ結婚もしてない婚約の段階でこの小室佳代さんから再三お金の無心があり、善意で貸したお金でしょ、厚かましくもね、この扶養義務もない中、善意で貸した方がね、なんで親子からこんな偏見まみれの、ね、江川氏みたいな方から責められなければならないんでしょうかね。ただの借金返済の話じゃないんだし、裁判にね、どんだけお金と労力が奪われたのかもわかんないですけども、まあ簡単に訴訟とは一般人ではいかないわけでしょ。多くの場合が人としてね、この常識的にね、婚約解消したんだから貸したものを返してくださいって、そんなね、誰が聞いたって分かる話でしょ、話じゃないですかね。借りていない贈与だったとか平気で恩をあだで返すような非常識な親子を擁護するような考えがおかしいんじゃないですか。実名公表しろという神経もわかんないですよね。ほとんどの方がこの親子の他力本願で、ね、身の丈以上の上流階級、上流国民へのこの執着が、手段選ばずの経緯に疑問や怒りを持っているのが、江川さんわかんないんですかね。まあ、単純にどうしちゃったんですかねと。それとももともとそういう人だったんですかねと。そんな風にしか思えないですけどもね。とりあえず、ね、この元婚約者の A さん、ね、今後、じゃあ、振り込みます。で、振り込まれたらもう今後一切、ね、このお金の話は、ね、解決したということで、一切語らないみたいな、そんな約束させられたんでしょ？ね、ほんと振り込まれるんですかね？振り込まれたんですかね？やろうと思えばだって、ね、秒でできますよね。日付変われば振り込まれるっていう処理がなされると思いますけど、ちゃんとね、約束守ってもらえてるといいですけどね。どうなるんでしょう。何せ嘘ばっかついてるからな、相手は。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。